今日の朝ごはんはなんか日本の普通の朝ごはんみたいな感じの和食にしました。納豆久しぶりだね。何それ、うん、納豆久しぶりに食べます。これね、ししゃもも売ってました。はい、こんな感じ。お味噌汁はわかめと豆腐のお味噌汁です。こうやって見ると普通に日本の暮らしって感じだね。ご飯が、ね、何食べたよ。あ、翔太、はい、今日のランチはチーズクリームスパゲティです。ベーコンとキノコと玉ねぎを炒めてそこにソースを入れています。あとこれが夏野菜のマリネ。よく我が家では作り置きしてね、冷蔵庫に常備食としてストックしています。あとはあったかいお茶、一緒に飲みたいと思います。香りがいいね。うん、なんか香水というかさ、結構こう香り強めだね。花の匂い。うん、上品な感じのね。そうそう。うん。ということで今日の晩御飯はこんな感じです。子供たちも一緒に食べるので辛くない麻婆豆腐を作りました。あとこれは自家製の餃子、いつもね冷凍でストックしておくので週に1回ぐらいね必ず作り置きをするんですけど、今回上の子も手伝ってくれました。これ作ったのです。はい、あと生野菜のサラダと、今日はねお味噌汁じゃなくって夜はわかめともやしと卵のスープにしました。あと冷たいお茶です。はい、じゃあいただきます。いただきます。あ、美味しそうね。うん、お餃子、今日はちょっと中華風のメニューで。へえ、そうだね。わだからさ、ちょっと冷たいお茶用意しました。脂っこいのをちょっと消化するために。どう？うん、おいしい。翔太も作ったよね。そうだね、うん、これかな。そう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 、これかな。翔太、あれか餃子、うん、食べよう。翔太作る。うんうん。
ここね、ゆうたね、昨日怪我しちゃったね、夜ね。はい、どうぞ召し上がれ。ちょっとベッドにぶつかって怪我しちゃいました。もうデザートタイムなの？ゆうた、何食べてんの？ぶどう。ぶどう、これ何色のぶどう？緑だよ。緑だよ。うん、緑だよ。グリーンだよ。うん、あ、グリーンだよ。ということで、いかがだったでしょうか。今日は私たち家族の1日の食事ということで皆さんにシェアしました、はい、で私たち食事中にお茶を飲んでいるシーンがあったと思うんですけど、今回はキステという会社のお茶を飲んでいました、はい、で私たちね、このリサン茶というお茶を飲んでいるんですけど、実はこのリサン茶は台湾の有名な特産品なんだよね。そうそうそう、ウーロン茶。うん、中でもそのキステのリサン茶は台中の標高 2000m の山の中で作られている特別なお茶っていうことで、うん、で私たちそれぞれ3種類のお茶をね飲んでいたんですけど、実はそれぞれのお茶には特別な鑑定士がその確かな品質を保証した証明書というものをつけていて、うん、すごく特別なんだよね。そうそう、ただ合格アートで、うん、そうだね、そう、うん、その試験に合格した選ばれたお茶、はい、うん、がそのお客さんの元に届くってことだね。还有就是说他们是用没有农药跟有机的方法来培养这些茶叶，所以是没有毒的。オーガニックっていうのですね。オーガニック、对对对、実は有機的。嬉しいポイントだよね。そうじゃん。安心して飲めるね。そうですね。在这个影片里面就尝试到三个不同的种类的茶，其中一个就是这样下午的，就是紫芽山红茶。说紫芽山红茶的它的香气会比较浓厚，因为我们是吃那个意大利面嘛，它就可以点缀意大利面的那个 cheese 的味道，就会让意大利面的口感倍增。然后还有就是我们的那个 tea time， 就是我们就喝了这个就是贵妃乌龙茶。说贵妃乌龙茶的那个蜜红色带甜的茶汤，还有一些甜甜的果香味，所以它跟那个蛋糕一起吃就会不会变成这么腻，一起喝的话那个味道也是蛮不错的。然后还有就是晚上，就是我们的晚餐就是有就是喝的就是那个有机离山茶了。所以有机离山茶其实我个人是蛮喜欢的，就是说它的味道就是带点那种栀子花的奶香气，茶汤就是爽口，然后有带有点这种水梨的味道这样子。这个茶就蛮适合就是帮助我们饭后解一些油腻，帮助消化，所以我就觉得蛮不错的。私たちみたいに食事と一緒に飲んでもいいし、そのまま飲んでも美味しいし、ね、すごく手軽にお茶が飲めるよね。そうだね、そうだね。はい、ということで今回私たちが飲んだこのお茶はキステという会社のお茶なんですけど、実はね、会社は台湾にある会社なんだよね。对对、就是从台中来的。はい、でも今回海外からも購入していただけるということで、はい、詳しい詳細は概要欄の方に記載してあります。今ならお得なキャンペーンもやっているそうなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。